医師の養道初心者講座、監視初心者講座。何回も言うたけれど、まだ治らないんで、もう一回特別に言うておく。読み下しの場合は、できるだけ最小限で忠実に読み下すこと。読み下しの場合は、できるだけ最小限に忠実に読み下すこと。まあ、飯田君の場合は、日本語になるように読み下しているが、ホーク君や五代君の場合は、日本語にならない、決体な読み下しをしている。ここで間違うたら、あとは間違う。ここで間違わなかったら、あとが正しくいく可能性が強い。だけど、それを、まあ、見ない。異界とか、大意とか、いうのになったら、飯田君も、ちょっと言い過ぎている。想像も最小限に。あまり想像しすぎたら、作者としてそんなつもりはなかったということになる。作者は、うん、それでいいよという範囲内ということは、やっぱりあんまり想像力たくましをして、理解したらいかんな。書いてもいないことを、作者が言うていないことを、拡大して、大意としたら、理解としたらいかないな。ちょっと飯田君は、この段階で、言い過ぎていることが多い。この間から、そこまでは言わんようにと私は何回も言っていることがあった。だから、まあ、ホーク君や五代君の異界はもうもてのほかとして話にならんけれども、飯田君の異界はやりすぎ、想像が大きすぎる。当然と言われる範囲内でとどめるようにしてほしい。これ飯田君と五代君とホーク君に言う。まあ五代君やホーク君は20〜30点、飯田君はこれいつも言い過ぎている、注意するように。これも90点以上ぐらい取るようにしてほしい。特に飯田君、異界に注意。